ようこそ実力至上主義の教室への綾小路清隆役、86の新鋭能前役、アイドルマスターサイド M の秋山隼人役などの代表作を持つ声優千葉翔也さん。2022年には声帯後手術を受けるため休業があったものの、同年には無事復帰を果たし、声優やラジオ MC として活躍されています。今回はそんな千葉翔也さんにまつわる面白いエピソードを50個紹介していきます。9歳の時に山王プロダクションに所属し、親の意向で子役として活動していた。中学高校時代に自分にしかできないことをやろうと思い立ち、アニメや音楽やミュージカルなどが好きだったことから、自分の未来を広げられる職業として声優を目指し始める。2014年4月にシグマセブン E 所属となる。2017年11月にキラミューンにユニットスパークルとして加入。2019年1月にユニットスパークルとしてメジャーデビューを果たす。ちなみに所属レーベルの合同ライブキガミューンミュージックフェスティバルでメットライフドームのステージに立った時、でかすぎましたねとその規模の大きさに圧倒されたと語る。2020年7月にシグマセブン E からシグマセブンへと移動する。2021年3月に放送されたテレビ番組クイズプレゼンバラエティ Q 様にてインテリ声優チームで出演する。その際に早稲田大学卒業であることを公表。2021年12月31日をもってキラミューンおよびスパークルでの活動を終了した。2022年6月声帯の結節除去手術治療を行うために休業が発表。そのためラジオも一時休止や代替パーソナリティ起用等の措置が取られた。2022年7月24日より徐々に声優としての活動を再開する。2022年12月31日にシグマセブンを退所、そして2023年1月1日よりトイズファクトリーへ移籍した。家族構成は父、母、妹の4人家族。母の影響により宝塚歌劇団の大ファンであり、ラジオや自身のツイッターで思いをたびたび述べている。ちなみに初観劇は月組のスカーレットピンパーネルであるという。ミュージカルや宝塚について語ると涙ぐんでしまうほどの愛を持つという。ちなみにこれまでの宝塚の公演の中で一番印象的な作品としては DVD で見た小月渉さんの対談公演である愛するには短すぎるとのこと。過去にラジオ天才軍師では宝塚があまりにも好きすぎることからもう男性いらないんですよね世の中にと発言し、共演者の安本博樹さんにお前まあまあやべえやつだなと言われたという。妹とはよく喧嘩すると本人は話すが、一緒にミュージカルを見に行ったりするほど仲良しで、千葉さんの声優としての活動を応援し続けてくれている。ちなみにテレビアニメオールアウトにて初めて主演での出演が決定した際、情報解禁された5分後にはすぐに妹から学校で泣いてるとの LINE が飛んできて、とても喜んでお祝いしてくれたという。中学生の時にジャンヌダルクのファンになり、高校時代は軽音部に所属していた。得意科目は現代文、英語、世界史。アイドルグループプレディアとボーカルユニットスウィーニーのファンである。趣味はギター、ミュージカル感激、タロット占い。好物はタイ料理。関連会社のシグマセブンを含めシグマセブン E で初のアイドルマスターシリーズ参加声優となった。ちなみにアイマスシリーズ開始から10年近く、シグマセブン関連からのアイマス参加者は一人もいなかったという。また配役が発表された時点ではサイド M の声優陣では最年少である。しかし子役時代を含めると芸歴は長いため、野上翔さんは最高プロナイトで千葉さんのことを翔也さんと呼んでいるという。初恋は幼稚園の頃、三角関係で気まずかった思い出があると本人は語る。また小学生高学年の時に初めて自分から好きになった女の子が現れたという。ちなみに好きなところは授業中に隠れて本を読んでいるようなシャに構えたところだという。気になる異性に関してはルックスよりも頭がいいなど突出した部分に惹かれることが多いらしい。子供の頃から CM やテレビドラマ、教育ビデオなどに出演しており、わずか9歳にしてショートアニメーション「カレーの国のコバール」の主役に抜擢された。中学校を卒業後は一度芸能界を引退していた。しかし洋画ナイトミュージアムで吹き替えを担当した楽しさが忘れられず、再び声優にチャレンジしたいと思ったという。
性質としては非常に変わっていたりかなり個性的というわけではないが、冷静沈着な声から子供のように可愛らしく元気な声まで出せるので性質は幅広い。演じる役としては元気なキャラクターの方が多めだが、低く落ち着いた声が好きだというファンも多い。女性の好きな仕草はネックレスを外す瞬間、髪の毛を耳にかける瞬間。テレビアニメクールドジ男子のインタビューにて、自身を〇〇男子と例えるなら何が当てはまると思いますかという質問に対し、僕は優柔不断男子、何か一つ買い物をするだけでも何週間もかけてしまいます。家の必需品にしてもそうなので結構困っていて、あとは服を下ろすのも苦手です。着るのを楽しみにしていたのに平気で 1,2 ヶ月寝かしちゃうんですよと答えた。また同インタビューにて、苦手なものに地下鉄を挙げている。自身がパーソナリティを務めたラジオマントゥーマンスレディオの千葉翔也のロマンチックミルフィーユでは、自分がロマンチストであると述べている。昔深夜に寝ようとしたら急にストーブがついて怖くなってしまい、ご両親を起こしに部屋まで行ったという。パーソナリティを務めているラジオ千葉翔也野上翔の笑福将来では、たびたび言葉遣いが可愛くなる。リンゴの皮むきの際はこれじゃあウサギさんにできないと話したり、スイカのことをスイカさんとさん付けになったりする。アニメオールアウトのドラマ CD の収録で声優の細谷義正さんに初対面のため挨拶しようとした時、細谷さんがお手洗いに行こうと席を立ったところを見て、まだ挨拶していないのに待ってるままは失礼だなと思い、お手洗いに行く細谷さんについて行ったという。その後トイレで挨拶するのもどうなのかと思い直したが、ここで無言で先に戻るのも失礼だと思い、細谷さんがお手洗いから出てくるのを待っていたという。ちなみにこの時細谷さんに怪訝な顔をされたとのこと。こういう関係はやはりアイドルマスターサイド M の共演者が多い。声優の深町俊成さんとは同じ誕生日ということもあって、誕生日には一緒にご飯に行ってお互いを祝ったりプレゼントを送り合ったりしている。天然キャラでおなじみの深町さんに天然扱いをされているほどの天然キャラである。学生の頃は友達を作るとき、最初は自己紹介などで絶対に失敗するため上半期は全然友達がいない。しかし半年くらい過ぎると全員と仲良くなっていくことが多いと話す。駆け引きやポーカーフェイスが苦手で顔にすぐ出ちゃうとのこと。虫が苦手なためアウトドアも苦手。友達とかに誘われたら行くが、自ら率先してやろうとは思わないという。ということで今回は千葉翔也さんにまつわる50個の面白いエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。